日本初の女子プロサッカーリーグ WE リーグがいよいよ開幕します。2021-22ヨギボ WE リーグ第1節開幕節です。この時間は日テレ東京ヴェルディベレーザ対三菱重工浦和レッズレディースの一戦をお届けいたします。会場は味の素フィールド西ヶ丘です。このゲームの解説は元日本代表長里浅野さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。現在の西ヶ丘天候曇りと出てますけれども、少し雨が落ちてきています。気温 25.5 度、湿度 64%、 少し蒸し暑い状況で迎える記念すべき開幕戦ということになりました。長瀬さん、非常に楽しみですね、はい、開幕戦。そうですね、ワクワクしますね、始まりというのは。はい、その WE リーグの概要を見ておきます。主催は公益財団法人日本サッカー協会、公益社団法人日本女子プロサッカーリーグです。大会方式ホーム&アウェー方式による総当たり戦です。日本の女子スポーツの新しいページが本日開きます。ウーマンエンパワーメントという名前で、日本のジェンダー平等を前に進める覚悟のリーグです。世界一の女子サッカーと世界一の女性コミュニティの実現に向けて、そして多様な生き方と夢が生まれる社会を目指して、みんなが主人公になるためにWE リーグがステージとなります。2021年9月12日ウィリーグの開幕を宣言します。ウィリーグチェア岡島菊子。ウィリーグ岡島チェアの開幕宣言でした。岡島菊子チェアによる開幕宣言でした。ありがとうございました。続いて日テレ東京ヴェルディベレーザキャプテン清水梨沙選手による選手宣誓を行います。私たちウィリーガーは一人一人がプロサッカー選手としての自覚と責任を持ち、サポーターおよび社会に対して以下の約束をすることをここに誓います。私たちは自由に夢や憧れを抱ける未来を作ります。私たちは共にワクワクする未来を作ります。私たちは互いを尊重し、愛でつながる未来を作ります。みんなが主人公になるためのプレーをします。2021年9月12日日テレ東京ヴェルディベレーザキャプテン清水梨沙。以上、清水選手による選手宣誓でした。それではホームチーム日テレ東京ヴェルディベレーザのメンバーからご紹介いたします。ゴールキーパー田中です。フォーバック清水、土光、村松、宮川のフォーバックです。中盤3枚です。中里、三浦、木下、前線遠藤、小林、植木という3トップです。長里さん、はい、こちらのポイントはどのあたりでしょうか。そうですね、昨シーズンから3トップという形を取っているんですけども、やはり前目に人をかけるので、崩しの場面ですよね、人をかけて崩しに行けるので、そこを今シーズンどれだけ崩せるかっていうのは期待してますね。はい、そして、このメンバーで言いますと注目選手はどのあたりになってきますか。はい、私は木下選手ですね。昨年の皇后杯で、すごくコンディションも良くて、若いんですけども、しっかりと判断したプレーっていうのもできていましたので、はいはい、今シーズン活躍してくれるんじゃないかなって期待してます。18歳のプレーヤーです、はい、木下。そして、控えを見ますと日本代表にも選ばれてオリンピックでも出場しました北村、そしてママさん選手として、ね、活躍が期待されています、はい、岩清水ですけれども、はい、今日はメンバー外れましたね。そうですね、うん、はい、次に期待しましょう。そうですね、はい、今日が開幕戦ということで、選手たちの気持ちも高ぶっていると思いますけれども、開幕のメンバーはこのような形で来ました。
一方アウェー三菱重工浦和レッズレディースのメンバーです。ゴールキーパー池田です。清家高橋南佐々木のフォーバックです。塩越直元柴田水谷の中盤4枚そして安藤と栗島が2トップで並ぶと予想しています。こちらのポイントはどのあたりでしょうか。はい、そうですね、栗島選手は結構中盤でプレーすることも多いですので少し始まってみないとわからないですけどもどういった形で来るのかっていうのは少し面白いポイントかなと思いますね。はい、個人的にはやっぱり安藤選手ですね。やはりベテランとして経験をしっかりと選手たちチームメイトにしっかり伝えているっていうプレーがすごく目立ちますので本当に今シーズンも期待してます。39歳になりました安藤ですけれども、この数シーズンもかなりコンディションは良さそうですよね。そうですね、年々上がってるっていうのをすごく感じますので本当に得点感覚っていうのも年々増してると思います。そして控えには菅澤優香が入っています。その日本代表のプレイヤーもいつ出てくるか注目して見ていきたいと思います。今日の審判団ご紹介いたします。主審山下よしみ、副審ボードの誠、手代木直美、第4の審判員曽根美優です。主審の山下よしみレフリーですけれどもすでに J リーグでも経験を持っているレフリーです。さて今日の西ヶ丘ですけれどもチケットソールドアウト非常に長澤さん、はい、いい雰囲気ですね。そうですね、ここまでお客さんが入っていると選手としては本当にテンションも上がりますしね、はい、普段以上のプレーが出るんじゃないかなと思います。昨年のなでしこリーグチャンピオンの浦和レッズそして3位に終わりましたけれども皇后杯は取りました。日テレ東京ベレーザこの両チームの対戦ということで今シーズンを占う意味でも本当にビッグマッチですよね。そうですね、ただ開幕戦っていうのは緊張もしますからねそこをどう乗り越えていくかっていうのは両チームともそうですねドキドキしますね。はい、ただ今浦和の選手たち円陣見てますとかなりにこやかな表情リラックスしているようにも見えますね。そうですね、浦和の方がやっぱり経験的には豊富ですので選手のメンバーを見ていても、はい、なので少し落ち着いているのかなっていうのは見えますね。一方先に広がってボールを少し蹴っている日テレ東京ヴェルディベレーザ、この両チームですけれども、はい、昨シーズンは日テレベレーザの6連覇を浦和レッズが止めたという形で、はい、非常にそういう意味では今シーズン、この情勢がどうなってくるかっていうところですよね。ですね、本当にわからないですねどっちに転ぶかっていうのは、はい。そして皇后杯決勝でも両チームは当たっていまして、結局ベレーザが勝ったんですけれどもその試合がなんと4対3、素晴らしい試合でしたね。あそこまで打ち合いになると見てる方は本当に面白いですよ ね、やってる方は辛いですけどね、はい、そうですね、はい。ただやっぱりねこの新しいプロリーグのスタートですから、そういう積極的なプレーというのは期待したいですね。そうですね、はい、随所に見られると本当に嬉しいですね。ブレーザーの方もエンジンを組みに行きました。両チームのこのスタイル含めて、はい、今日の立ち上がりはどんなところポイントになりそうですか。そうですね、ちょっとフォーメーションもこう両チーム違うのでどういったマッチアップになるのか、はい、そこで監督がどういう戦術を取っているのかっていうのは少し見ていきたいなと思いますね。はい、今大きな拍手に包まれました味の素フィールド西川岡です。いよいよ2021年9月12日 WE リーグが開幕します。初代女王を目指した戦いということになります。今歴史的な笛が鳴りました。三菱重工浦和レッズレディースのキックオフでスタートしています。右にエンド緑のユニフォーム日テレ東京ヴェルディベレーザ、左から右に攻めていきます。白いユニフォーム三菱重工浦和レッズレディースです。長いボール一つ使ってきます。安藤が追いかけていきますが長いボールでクリアしましたがちょっと接触がありました。村松のクリアのところです。
まあ、立ち上がりは今みたいにこうはっきりとしたプレーが増えてくると思うのでロングボールは多くなってくるのかなと思いますね。はい、どこから右を使って真ん中スペースへ10番小林が出ていきましたがちょっと長くなりました。ゴールキーパー日本代表池田咲子です。長いボール使ってきます。前線塩越、ここに塩越がいます。塩越選手と安藤選手のツートップかなと思います。はい、はい、予想では栗島というふうにお伝えしましたけれども6番の栗島は真ん中、まあ、ボランチのポジションに入っているようです。右のサイドバック清家、やっぱり両チームの選手開幕戦ということで緊張感も少しありますかね。そうですね、本来の自分たちのプレーが立ち上がりっていうのはまだ緊張もありますからね、はい、少しずつ出てくると思いますね。ただここしっかりビルドアップして清水から斜めのボールですが絞ってきました高橋です。猶本引っ掛けるベレーザですがこれは裏ボールになりました。右のサイドバック日本代表不動のレギュラーこのチームではキャプテン清水梨沙です。やはりフォーメーション的に浦和の方が 4-4-2、はい、でベレーザが 4-3-3 ですので、ベレーザのサイドバックに行くと浦和はこう守備としてはめやすいですので前から行くっていうのは浦和の特徴ですね。だからそこをベレーザはどうこう剥がしていけるか、うん、ビルドアップっていうのは得意としているところですので、はいはい、どう前に運んでいくかっていうのはそこの攻防が見られるのかなと思います。やっぱり両チームともしっかりつなぎながら相手を剥がしていこうという狙いを持っているチーム同士ですね。そうですね、はい、村松のクリア拾った浦和です。右のサイドバック清家、日本代表の南、左へ長いボール頭で折り返しますが拾ったのはベレーザ、取り返しに行く浦和、直本から安藤へ厳しくいった村松ですが安藤キープ、安藤小勢縦に行った安藤外してクロスですが清水の対応、レベルの高い攻防でした。よくついていきましたね清水選手は足を運んで、はい、安藤選手も惜しかったですけどね、いやあそこのゴールの横のエリアですね。あ、安藤引っ掛けた中塩越、これはハンドはありません。浦和アピールしますがフェアなっていません。コーナーキックです。やはり浦和の方は前から守備行きますよね。なのであそこベレーザの方はもう少し簡単にやってもいいのかなと思います。はい、まあ、一つどこが運んで外せた場面もありましたけれどもそこで浦和は前から引っ掛けようという狙いが立ち上がり見られます。コーナーキック直本がボールをセットしました。近くに水谷、中後ろから4枚散らばっていきます。真ん中に来たボールしっかりキャッチしました田中、すぐスローでカウンターに行くクリアですがよくカバーしました。最後佐々木のクリアでした。やはりベレーザの方は3トップですのでどうスライドして前の選手が追い込んでいけるかっていうのは 4-4-2 よりは少し難しくなっていますので、うんうん、はい、取りどころをどこにするか。いい形、直本、はい、前が空いています。近く安藤、後ろ塩越、後ろから清家も来る、直本自分で行った。セカンドボール柴田が拾う、早い浦和。いや、浦和は今いい崩しでしたね、サイド。木下です。木下。木下、前線に出しましたが、ここも浦和がしっかり準備しています。そうですね、浦和の選手たち切り替えも早いですし、角に追い込んだら出させない守備、やはりここは徹底してますね。水谷のところですが、三浦のクリアです。ベレーザの方はこう昨シーズンから少し気になっているところがビルドアップでこう
相手が来ているところでもつなごうとする、やはりそこでピンチになるのか、それより自分たちのサッカーを出すのかっていう判断のところですので、ね、そこがやはり取られてしまうっていうシーンもありますので、はい、そこをこうどう修正してきているのかなっていうのは気になりますね、うん、はい、今リプレイも出てましたが、このWeリーグ VR は入っていません。真ん中の青本、足元をつなげてきた、チャンスになる、クリアです。柴田が入ってきました。最初は浦和が押し込んでいます。ここまでの時間帯、政権、これはベレーザボールに変わります。清家紀子です。右のサイドバック、小林のところ厳しく行きました。栗島のファール、すぐ始めますベレーザー、ここからですね。はい、ここで浦和の選手たちがこう前から来ているのか、ステイしているのかっていうのはベレーザーの選手たちがこう感じ取って、そうですね、今みたいに来てないんだったらつなげますね。三浦から遠藤です。浦和がこれだけラインを高く保ってますので、そうですね、ベレーザとしてはチャンスですよ。小林、遠藤、中植木、戻して小林、スイッチする、うん、ここは浦和うまく奪って、相手見ながら柴田、ただ囲みに行くベレーザ、いい奪い方、遠藤左利きです、クリアです。水谷、ここは落ち着いてどこがキーパーまで戻しました。はい、浦和がこうラインを高く保ってますので、簡単に放り込んでしまうと浦和の選手の方がやはり身長もありますので、こう思うツボになってしまうのかなと思いますので、はい、ベレーザのこう長所である少しこう人をかけて崩すっていうシーンも入れていかないと、こう浦和を取っていけないかなと思いますね。もちろん裏のプレスも速いので、そのしっかりどこでつないで、はい、どこでこう長いボールも使いながらいくかという判断のところですね。そうですね、宮川から三浦、三浦成美です。テクニックがあります。村松からどこ、清水です。ここに直本が行く、どこから、植木が流れる、胸コントロール、オフサイドない、植木左足のシュート、やはりラインが高い分一発でこう通ると、そうですね、ディフェンスからの一本のパスでゴールまで行けますよね。まあ、浦和としてはここは簡単にはやらせたくないところですね、ラインを高く保っているので、はい、22歳です。日テレメニーナ出身のアタッカーです。植木は新しいベレーザとして結果を残すことが大事になってくると、その開幕戦を控えてコメントをしました。植木選手はゴールに貪欲ですのでね、はいはい、遠くからでも狙ってくると思います。直本キープしてワンタッチ、佐々木から前線、安藤、拾う柴田、この辺り出足が速くなっている水谷、ファールを取りました。宮川に注意が与えられました。日本代表です、宮川麻人。こちらが日テレ東京ヴェルディベレーザ竹本監督です。ベレーザの方はゼネラルマネージャーだった竹本さんが監督になりまして、監督を務めていた永田さんがヘッドコーチを務めています。さて浦和のチャンスです。はい、身長高い選手揃ってますからね。柔らかいボール、頭折り返してチャンス、キーパーです。
浦和の方はセンターバックの南が172、高橋も169あります。どこから右、遠藤です。近くに中里がサポートに行きます。遠藤、どこ、村松です。左使って宮川、木下が流れてきました。宮川ついてきたのは水谷です。そうですね、今みたいにサイドにサイドに追い込まれると浦和が少しこう有利になるのかなと思いますので、もう少しベレーザとしては中に1回入れながら回すっていうのをして出し入れした方が相手のほころびっていうのは出てくるのかなと思いますね。木下入れ替わって植木フリックした、木下戻して小林入ってくる、ワンタッチ目がちょっとずれました。柴田が拾う、水谷前線長いボール、直本つながりそうだ、カウンターになった。直本左足で持って縦に行った、中に参る直本、シュートを入れてきたがよくタックルに行きました。最後村松のタックルです。そうですね、先ほどからスライディングでよく防いでますよね、村松選手。はい、直本もいいドリブルでしたね。そうですね、ここにこうドリブルで切れ込んでくるっていうのはディフェンダーもこうやりづらいですので、やはりペナルティーエリアの中にどんどん侵入してくるっていうのは相手にとって嫌なプレーですよね。ドイツでもプレー経験を持っています直本です。近く2枚集めて低いボール入れてきた。もう一度シンプルに入れる田中がここが出てきました。落ち着いてキャッチしました。21歳の守護神です、田中桃子。ここですね、浦和の守備陣形が整う前にベレーザとしては一回攻めたいところもありますね。はい、長いボールまた植木が抜けますが、これはオフサイドです。やはり ブロックを形成されてしまうと 4-4-2 だとこうなかなかこじ開けるのって難しくなってきますので、一回こうショートカウンターじゃないですけどカウンターで相手を裏返すっていうところまでしていくともう少し攻めやすいのかなと思いますね。そうですね、はい、岩清水ですね、今スタンドで観戦をしてましたけれども、今日はメンバー替えということになっています。はい、ちょっと足の具合が気になりました。そうですね、はい、柴田いい形で奪って安藤へ、相手見ながらターン、安藤小杖、安藤左足、セカンドボールは浦和です。清家から栗島、少し浦和としては相手のスライディングに対してこうボールを当ててしまうっていうことがちょっと多いかなと思うので、もう少し相手を見てスライディングするギリギリのところでかわすっていうプレーも見たいですね。はい、はい、本当に細かいところの駆け引きですね。そうですね、はい、逆を言えばスライディングしてくれたって思うとやはりそこでもう一個持ち出すと相手もう立つ時間がありますので、はい、そこで一個キックモーションでやめれたらもっと広がりますね。そうですね、はい、厳しくいったところですが、これは安藤のファールを取りました。39歳安藤小杖です。はい、まだまだやれますよ ね、 すごいです。今年の2月からは筑波大学で助教授もやってらっしゃるということですね、うん、いや本当に自分の体をそこまで追い込めるっていうのはすごいですね。植木オフサイドない、抜けた植木、戻ってきた高橋、いいカバー、植木が行った。一つチャンスを作りました、ベレーザー。まあ、高橋先生もいいカバーはしてましたけどね。植木は結構真ん中から抜け出してますね。そうですね、ちょっとツートップ気味になったりしてますね、はい、試合前の予想フォーメーションでは小林真ん中で左植木と出しました。おー、これもいい形、木下、で中里、はい、中里です。戻して清水、ワンタッチ、遠藤リターン、清水戻して三浦、前が空く、
入っていく三浦成美、引っ掛けました。水谷から安藤、取り返したベレーザー小林。いい切り替えですね。どちらもチームも早いですね、切り替えが。非常に目まぐるしく攻守が切り替わってきます、はい、ベレーザーとしては一つあのサイドからあの3人関わって崩すっていう形が見えてきましたので、あとはクロスを上げるのかシュートをどこで打つのか、そこまで行くとこう自分たちの流れに持ってくるのかなと思いますね、はい、立ち上がり、まあ、5分ぐらいは浦和の激しいプレスも苦しんでましたベレーザーですけれども、ちょっと落ち着きましたか。そうですね、相手のプレッシャーにもこう慣れてきたのかなと思います。ただここもまた激しいプレス、塩越安藤でいきます。村松がこれはちょっと挟んでしまいました。ここも激しくきますよね、2人ですからね、はい、これでまた浦和の方にいい位置からのフリーキックを獲得ということになります。ベレーザの2センターバックは2人ともこう怪我から復帰した、長い怪我から復帰したっていうのもありますので、その思いをこう前面に出してほしいですね、3番村松と4番土光のセンターバックです。そしてまた直本がボールをセットします。直本光です。ファーサイド南、7番高橋も高さがあります。速いボール宮崎ヘッドだ、こぼれている、飛び込んでキーパー田中、意欲体投げ出しました。いい反応でしたねキーパー田中選手。この後はい、やはり直本選手質が高いですので、ね、これは練習してきた形だと思います。最初清家、最後安藤が飛び込んできましたが田中です。ナイスキーパー、はい、浦和の方は5人集まってフォーメーションサインを確認します。質の高いボールが入ってきます。直本ハイボールにした、安藤、南が待ってる、安藤、小林跳ね返す、左持ってきますが左から右に清水、田中のクリアです。うまく体使った小林、コントロールのところで2人来た、いいディフェンス浦和、安藤戻ってきました。木下のディフェンス。いいですね、木下選手。遠藤、剥がせるプレイヤーです。遠藤純。セカンドボール。いや、切り替え早くなってます。拾ったのはベレーザ、間を取る。小林、前向いた。小林、外して。中を見る、横使って遠藤。後ろから清水が来る、ワンタッチ、中里、清水リターン、清水リターン、清水だ、外。一ついい形出ましたね。やはりこの中を使ってまた外を出し入れすると最後ゴールまで行きますよね。やっぱり中に一つボールが入ってくると浦和からするとこう締めなきゃいけないわけですよね、はい、そうですね、はい、中里選手が、まあ、ボランチの選手ですけども、あの相手のセンターバックの付近でボールを受けたことによってこう外が空きましたね。遠藤のヘディング、セカンドボールですが拾ったのは浦和です。名本、少し溜めて塩越へ、キャプテン清水がゴール前まで入っていきました、まあ、今の清水選手の良さですよね。あそこのもう本当にゴール前まで上がれるっていうところがやはり長所かなと思いますね、はい、間で木下、三浦ワンタッチ、村松、
外宮川高市取ってます。斜めのパス植木がまた裏を狙ってます。池田落ち着いて前線へ。三浦周り見ながらコントロール。セカンド中里のところですが引っ掛けた浦和。拾ったのは安藤。アドバンテージ見ています。ボールつながりませんでしたので少し遅れて笛を吹きました。山下主審です。後ろから南、足元栗島からいいボール入った。塩越前向き入ってくる。水谷、水谷仕掛ける。戻ってきました。三浦成美のディフェンス。遠藤です。ここにも2人来ます。清水、どこ、田中もしっかり使ってきます。ここですね、こう浦和の選手はプレッシャーかけてないのでここからベレーザとしてはつなぐのか、そうですね、今みたいに蹴るのか。そうですね、蹴るとこういったこう五分五分のボールになってしまうので、はい、本当はつなぎたいところですけどね、そういう目で浦和がいいプレッシャーかけてるのかなと思います。はい、塩越3人いますが塩越外して柴田から水谷、足元、安藤落として直本が入ってきますが、フラーボールです。やはり浦和としては中盤の選手を多く使っているっていうこともあるので、ええ、こう中を使う意識だったり守備の面ではこう中に絞る意識っていうのは高いなって思いますね、ええ、菅沢ベンチスタートにして、まあ、中盤、まあ、どこも右も左も真ん中もできるようなプレイヤーをこう集めているようなイメージですかね。そうですね、はい、なのでこう中で受けたり外で受けたりっていうのはこう、はい、ベレーザーにとってはちょっと掴みづらいのかなと思いますね。かなりこう流動的にポジションも変えているようにも見えます、はい、栗島、水谷、清家です。体使いながら清家戻す。柴田、塩越、日本代表の塩越ですがこれはちょっとミスになりました。ここで飲水タイムに入ります。19番塩越も、まあ、去年の活躍が認められて代表入り、そして、まあ、一気にオリンピックのメンバーまで行ったプレーヤーです。さて飲水タイムということになりましたが、一つ、まあ、チャンスシーンだった清水のシュートシーンです。はい、そうですね、これ中里選手があそこで受けることによって空きましたね。ただ高橋選手のやっぱりカバーはすごいですね。こっちまで行ってますから ねほぼコースがないんですね、はい、あのタックルで、まあ、一つ中をうまく使えたシーンということになりました。ベレーザです。一方浦和のチャンスシーン、フリーキックから清家、安藤というシーン。ここも、はい、安藤選手よく飛び込んだんですけどね、やはり嗅覚ありますよね、まあ、でもやっぱり田中選手よく反応しました。両チームともゴールには近づいていますけれども、やっぱりこの先制点欲しい両チームだと思いますが、得点取るためには何が必要になってくるんですか。そうですね、あの浦和としてはこう流れの中でシュートっていうシーンがまだないですので、こう、まあ、シンプルに安藤選手に当てて、ロングシュート得意な選手多いですので当てて落としてもらってシュートっていう形でもいいので、やはりこうシュートシーンっていうのは1本でも2本でももう少し作っていけたらいいなと思いますね、ベレーザとしてはあのだんだん自分たちの流れいいプレーっていうのは出てきてると思うので、それを続けていって、はい、あの裏取っていけたら
得点に近づくかなと思います。あとはあのペナルティエリアの中にドリブルで侵入していくっていうシーンもベレーザとしてはもう少し必要かなと思いますね、はい。そして今シーズン今浦和のベンチが映ってましたけれども、昨年まで監督だった森監督が総監督のポストに就きまして、トップチームは楠瀬直樹監督が指揮を取る体制ということになっています。まあ、両チームとも昨シーズンから比べると監督が変わってますけれども、これはチームとってどんな影響がありますか？そうですね、他のやっぱ監督が変わることによっていろいろな戦術っていうのに触れることもできますし、あ、こういうプレーもあるんだっていうのは選手としては知識が増えていくと思うので、はいはい、そこで経験っていうことで監督が変わるっていうたびにこう選手としては積んでいけるのかなと思いますね、はい。スルーパス抜けた、植木オフサイドない、植木が来た、植木外して、植木だ、ナイスキーパー池田、最後まで動きませんでした。決定機でしたね。そうですね、やはりライン高い分あそこの駆け引きですよね。うまく植木選手抜け出しましたよね。そうですね、ただ最後は守護神、オリンピックのカナダ戦でも先発しました池田がしっかりと止めました。なので浦和としてはそこをちょっとこう修正したいですね。出し手に行くのか、こうラインの高さはどうなのかっていうところですよね、はい。出し手にプレッシャー行っていいパスを出させないことも一つ、はい、そうですね。南は日本代表なでしこジャパンでもレギュラーのセンターバックですけれども、高橋は中盤でもプレーできるプレイヤーなんですよね、はい、そうですね、フォワードですね、はい、フォワードですか、はい。まあ、でもこの2人、はい、センターバックで組んでた2人ですので、はいはい、息としては合ってるとは思うんですけども、ね、相手が蹴る瞬間になって下がったりとか、うん、1歩でも2歩でも先に下がれば、はい、対応はできると思うので、うん、そういう細かい修正ですよね、はい。ただ細かいところ0点何秒のところでこう、はい、うまくベレーザの方がパスを通しているとも言えるんですか。そうですね、うん、本当に相手の何メートルの隙間だったりとか通していくパスとかなので、やはりそこで相手と一歩でも二歩でも先に出ようという植木選手は思ってますのでね。そうですね、はい、三浦、宮川です。厳しく行きました政権。下がってきた小林、2人来ます。ワンタッチ間で三浦、どこを運んでいきます。足元、これも植木が裏を狙ってました。少し気になるのがベレーザ小林選手ですね。もう少しボールに絡んでもいいのかなと思うので、まあ、シュート上手い選手ですよね。もう少し打てるところでボールに絡みたいですね、はい。真ん中奪い返した中里、外して中里、上手いボールタッチから左足振っていきました。中里優です、はい。相手のミスを見逃さなかったですね、やはり両チームとも切り替えの速さがすごい目立ちますので、ね、やっぱりあそこはこう浦和としてはミスしたら来るっていうのはこう今ので分かったのかなと思いますね、うん。池田から長いボール、どこを跳ね返す、小林です。小林は昨年は13ゴール取って得点ランク3位という成績でした。木下、横パスしましたが栗島が拾いましたが、もう一度ベレーザです。木下桃香、18歳でオリンピックにも出場したプレーヤー、20番です。小林のところ2人来ていました。引っ掛けて塩越から安藤、落としますが中里、遠藤のところ切り替え早い。ここも安藤は右を見てましたが、戻りましたね。宮川のプレー、
いやこのあたりも本当に切り替え早いですね、はい、そうですね、まあ、ただそこをつけるかつけないかの本当に一瞬ですね。宮川選手上がったところを狙ってましたからね、はい、清家選手これ宮川パスコース読んでました。真ん中植木に入った、植木高橋のディフェンス、栗島が戻ってきました。ここも非常にレベルの高い攻防が続いています。高橋から水谷、直本、水谷、柴田、密集を作ってきたベレーザ、引っ掛けた遠藤、小林、遠藤潤、遠藤左足振ってきた。遠藤も21歳若いアタッカー、そしてこちらがゴールキーパー池田。ちょっと浦和の方が自陣でミスするパターンが増えてきたので気をつけたいところですね、ベレーザとしてはそこをついてシュートまで行ってますので、ね、続けてほしいですね、セカンドこれファールを取ります。浦和のファール、ベレーザボールです。遠藤、この遠藤も非常に将来性豊かなプレイヤーですね。そうですね、あの足も速いですので左利きで切り込んでシュートっていうのを持ってますからね、その形を出せれば来ると思いますね。ただ浦和の方もね十分その特徴分かってるでしょうか。はい、切ってくると思いますね、はい、小林落として木下落ち着いてます。三浦がちょっと引いてボールを引き出します。この人がリズムを作っていきます。いとこ村松、どこです。三浦がちょっと引いてます。長いボール、植木が抜け出した、オンサイド抜けて植木、相手の前に入ってきた、引きつけて小林理香子が来た、小林の左ラストパスにした、小林から植木、先制ベレーザ、見事な攻撃。いや素晴らしいですね、小林選手よく見てました。あれはパスですか。パスです。まあ、ここですね、最初は遠藤選手が下がって植木選手が裏に出た縦関係を作って裏に抜けましたね。その後、いやーしびれますね、小林選手ちょっとコントロール流れたかなと思ったんですけど、そうですね、シュートに本当に行くかなと思ったんですけど変えましたね、はい、自分では打てないって判断したんですよね。すごいコースを通してきました、はい、そして決めたのがこちら植木理子です。はい、立ち上がりからボールに積極的に絡んで、はい、プレーしてましたのでね、やっと本人としてはゴールできたって感じですかね、はい、9番です、22歳。いや素晴らしい崩しでした。いや素晴らしい攻撃、最後完結、ベレーザ先生です。前半からどちらがこう先に取ってもおかしくない展開だったと思いますけれども、はい、ベレーザが取りました。これでちょっと試合の展開に変化はありますか。そうですね、ベレーザとしてはこうやはり先制点を取ると自分たち落ち着いてボールを回せますので、こう少し有利になるのかなと思いますね、はい、水谷がちょっと真ん中降りてきました。直本、はい、浦和としてはこうやはりシュートシーンまでちょっと行けてないですので、そこは少しこう、まあ、もう少しサイドをシンプルに取ってクロスでちょっと完結するのか、はい、少しあのシンプルなプレーっていうのでもいいのかなと思いますね、難しく考えないで、はい、どこです。しっかりベレーザも自分たちのリズムで回せるようになってきています。小林から三浦は右に展開します。視野が広い清水梨沙、近く遠藤、植木がいい動き出し狙ってきた。これぞストライカーという動き出しです、はい、いいですね、
もうこの試合立ち上がりから通じてもう裏狙ってますからね。いい動き出しですね。何度も裏取れてますけど、やっぱりこの動き出しが、あ、すぐ始めるヘッド。ちょっと早いタイミングでベレーザコーナーキックをスタートして、どこのヘッドでした。狙ってましたね、ニアのところ、はいはい、遠藤が早めに入れてきました。植木が何度も裏取ってますけど、やっぱり動き出しが絶妙なんですか。はい、そうですね、まあ、味方との兼ね合いもありますけども、やはりこう裏に走り出すっていうことだけでも大事ですので、やはり相手がこう裏を警戒してきて、ベレーザの得意である足元っていうのも空いてきますので、空いた感じで試合を通じて常に裏を取っているって選手が一人でもいると、ベレーザとしてはやりやすいですよね。守備陣は方法2のような形で構えているベレーザです。塩越、安藤、拾って村松から前線小林、柴田のところですが、小林取り返す、栗島、拾った木下、左を見て宮川、真ん中植木、宮川ダイレクトでファーサイドに持ってきます。中里、遠藤がいましたがゴールキックです。まあ、今単純にこうシンプルにクロスという選択をしたんですけども、時間がありましたので、こうもう少し崩しに行ってもよかったのかなとは思いますね。はい、池田、柴田です。池田から左です。南、名本から安藤、ここに名本です。やはり中盤のに層が厚いですね、浦和の方が、はいはい、少し安藤選手のワントップ気味にしてますね、はい、なのでベレーザとしては三浦選手が2人見てたりっていう時間帯がありますね。塩越落ちてきて内側に入ってきた清家ですが、宮川の対応です。田中のクリアちょっと短くなりました。水谷、柴田へ、小林が戻ってきましたが、後ろに直本、左足の斜めのパスですが、村松のクリア、田中が出てきます。三浦の近くに何人か裏の方は選手集めているという話ありましたけれども、はい、これはちょっとベレーザを意識した形とも言えるかもしれませんか。そうですね、なのでこう三浦選手の真横ですよね、そこがやはりこう空きやすいですよね、スペースとしてありますので、はい、そこをどうついていくかっていうのはこう考えてやってるのかなと思いますね。はい、高橋から長ボールですが、拾って植木、植木が行く、植木が行った、こぼれ球、長いボール、塩越につながりそうです。ここは時間を作りました、塩越、直本です。ただ植木はこう常にプレーがゴール方向に向いているって感じがしますね、はい、そこが持ち味っていうところですね、もう必須のストライカーじゃないですけど、はいはい、なのでもう裏へ裏へ、とにかく裏へっていうのは彼女のいいところだと思います。小林、植木が走って空いたスペース、遠藤潤、遠藤左足持ち替えてパスにした、植木だ、ちょっと長くなりました。まあ、遠藤選手ならあそこを切り返してゴール狙ってもよかったのかなと思いますね。あそこかこう巻いたシュート、はい、そうですね、もうペナルティーで入っているので、まあ、でも空いてましたからね、植木選手が、ね、はい、一
機にこの時間帯追加点取りたいベレーザー。南です。おーっとちょっと中途半端になりましたが、池田カバーしました。南のパスでした。柴田から右開いてました栗島。清家が高い位置、近く塩越しワンタッチ落とす。柴田、水谷真ん中持ってきます。これ合いません。小林、植木、南厳しく来る。植木です。よく体入れました。はい、浦和としては流動的になるデメリットとしてはやはりこう人が密集してしまうっていうところがあるので、やはり今真ん中に人がギュッて寄ってしまうとプレーとしては難しくなりますよね。はい、ちょっと使いたいスペースもうまく狭くてもこう共有できるといいんですけれども。そうですね、ただまあベレーザのラインも高いですので、はい、ちょっとこうサイドの裏を狙っていった方がいいかなと思いますね。ああ塩越これ裏狙った。田中です。やはりゴール方向のパスだと今みたいにキーパー出てきますので、少しこうフラッグに向けて斜めに走って角を取るので、あのスペースを作って行くのもいいかなと思いますね。安藤です。清水がカバーしました。ちょっと前から行こうという姿勢の浦和、それを見て田中はここは長いボール選択しました。高橋、柴田、清家一つ飛ばして塩越頭で落とす。ただ水谷にはつながりません。ベレーザの守備としてもこう割とはめれるようにはなってきているので、浦和の方はそこをどう打開するかっていうのはこう前半立ち上がりより難しくなってきてますね。はい、木下、遠藤です。木下へ簡単に行けそうですが、よく体張りました。佐々木のディフェンスでした。キーパー池田まで行きます遠藤。ただ池田も足元の技術はしっかりしてますが、清水が出てきた。ワンタッチ清水リサ中、小林フリー、小林に上げてちょっと高いか。塩越2対2の形、安藤へ。ここシュートまで行きたいですよ。安藤外す。安藤真ん中、塩越オフサイドです。そうですね、ねえ、はい、ただこう狙ってますよね。安藤のパスうまかったですね。はい、やはりショートカウンターですね。1個シュートまで行けたっていうのは良かったかなと思います。はい、ここもいいところを取った。水谷から安藤が田中が出てきます。いい飛び出し。はい、村松選手もいい対応しましたね。はい、終わらせ方というふうに声が飛んでます。44分を回っています前半です。ベレーザの方はヘッドコーチの永田コーチがこう指示出している感じですかね。そうですね、あの多分去年と変わらずな体制でやってると思いますね、はい、去年は監督でした、はい、永田コーチずっとタッチライン際で指示を送っています。三浦、後ろ高橋です。真ん中預けて柴田、狭いところで受ける。直本ワンタッチ、塩越しスピードがある。塩越し折り返し、ここは宮川戻ってきました。小林のところ狙っていた水谷のクロス、逆サイド佐々木が待っているが清水
よく落ち着いてクリアしました。前半追加タイムは1分です。ロスタイムに失点というのはこう後半に響きますので、ベレーザとしてはしっかり最後まで守りきることと、浦和としてはやはり後半につなげるためにもこう何かいい形でシュートまで行って終わりたいところですね。真ん中ニアサイドに来ました。こぼれ水谷ですが、これは当たりません。セットプレーでは今日チャンスを作れている浦和。ここで前半終了のホイッスルです。ホームの日テレ東京ベルディベレーザがリードして折り返しです。長澤さん、前半の印象を教えてください。いや、あの立ち上がりこそ浦和のペースだったんですけども、ベレーザの方もしっかりと落ち着きを取り戻して、はい、両チームとも、まあ、あのいいプレーは出てたんですけども、浦和の方が少しこうシュートに行くタイム、あのプレーがまだ少なかったのかなということで、こう1対0っていうスコアに現れているのかなと思いますね。はい、ただ非常に見どころの多い前半戦でした。はい、Bリーグの開幕戦をお届けしています。日テレ東京ヴェルディベレーザ対三菱重工浦和レッズレディースの一戦、前半終了。ホームの日テレベレーザが1点リードして折り返しです。大人気ガチャガチャコーナーにはユニフォーム型ラバーキーホルダーとアクリルスタン
チケットの情報です。9月25日土曜日16時キックオフに、ここ味の素フィールド西ヶ丘で行われるサンフレッチェ広島レジーナ戦のチケットが本日より一般販売開始となります。本日より一般販売開始です。 D ゲートイベントスペース総合案内所で販売中ですので、この機会にぜひお買い求めください。皆さんのお越しお待ちしております。Thank you.
ヨギボ ウィーリーグの開幕戦です。日テレ東京ヴェルディベレーザ対三菱重工浦和レッズレディースの一戦をお届けしています。1対0ホームのベレーザがリードして折り返しています。後半も解説は元日本代表長里浅野さんです。それでは前半戦のハイライトを振り返っていきます。記念すべき開幕戦を迎えました。ヨギボウィーリーグ第1節西ヶ丘での一戦ということになっています。立ち上がりは浦和がいい入り方をしました。前半の17分です。ここですよね。ニアで合わせるこのパターンは練習試合だと思いますね。ただベレーザの田中選手いい反応しました。清家こぼれ球に安藤でしたが田中が立ち上がりました。20分のシーンです。ここよく裏取りましたね。小林、遠藤、清水、ワンタッチ、中里、リターン、清水のシュート。はい、ここ1回左から右へ展開して中から外っていう、やはりこう崩しやすい展開でしたね。ただ浦和の方はしっかりコースも切ってましたので、はい、いい守備もしてましたね。27分のシーンです。中里が受けてタイミングずらしたスルーパス。はい、ここも紙一重ですけどよく裏取りました。植木のシュートでしたがここは池田。やはり貪欲に裏を常に狙ってますからね。ここはあとシュートだけっていうシーンですね。植木リコのシュートでした。そして33分です。長いボールからここも植木理子の抜け出し。はい、ここ映ってませんでしたけど遠藤選手が降りてきたところ植木選手入ってきましたね。そして小林からラストパスに植木。はい、これもう小林選手ですよね。ここシュート行くと誰もが思ったところだと思いますね。はい、ここ裏抜け出した後少し外に流れたかなっていうところでパスに切り替えた。もうここで勝負ありですね。はい、この2人で崩したっていうところも大きいと思います。ね、はい、植木リコの先制ゴールでベレーザが1点リードです。前半のスタッツ確認しておきます。シュート7、浦和シュート3、そしてコーナーキックは浦和が4本と多くなりました。前半のスタッツ印象はいかがでしょうか。そうですね、ベレーザは本当に立ち上がりだけですね、少しこう硬かったのかなっていうのと浦和のこうプレッシャーに慣れるまで時間がかかったのかなっていうので少し立ち上がりは押されましたけれども、はいはい、そこからしっかり修正してサイドからの崩しだったりとか真ん中からしっかり裏を狙うだったりこういろいろなところから攻めたっていうところでこのシュート7本っていうのにはつながってるかなと思いますね。やはり浦和としてはこう3本で終わってしまったこうボールを持ってる時間もあったのでもう少しこうシュートに行くためにはどこで受けたらいいのかクロスからシュート行ったらいいのかもう手段はいろいろあると思いますのでそれをどう出せるかというところですね。浦和の選手が戻ってきました。まあ、浦和の方は少し前半の後半は押される時間長かったですけれどもこれでまあハーフタイムで何か修正はやっぱり必要になってきますか。そうですね、監督からどういった修正が入るのかっていうのはこう見てから見たいところですけども、やはりちょっと修正しないとシュートまでいけないのかなっていうのは思いますね。昨シーズンのなでしこリーグでは序盤から突っ走った浦和開幕3連勝の後、まあ、いっぱいありましたけれどもそこからまた6連勝そういうスタートを切った浦和ですので開幕戦しっかり取ってWeリーグ初代チャンピオンに向けてというそんな開幕戦になっています。ハーフタイムでは菅沢がちょっとウォーミングアップ早めてました浦和ですけれども、はい、出てきそうですね。そうですね、姿見られますね。オリンピックでもなでしこジャパン日本代表のエースとしてプレーをしました菅沢優衣香今日はベンチスタートとなりましたけれどもここで出てきそうです。安藤の背中10番は映ってますのでどういう交代にしてくるかですが16番、水谷アウトですね。はい、まあ、前半は塩越がトップ下のような位置にいた時間が長かったと思いますけれども、はい、
その塩越をちょっと動かして2トップ気味って感じですかね。そうですね、これはシンプルに2トップにして役割をはっきりさせようっていうところかなと思いますね、はい。かなり流動的に中盤の選手が動きながら崩していこうという狙いが見えた前半ですけれども、まあ、そうすることによってこう安藤選手に対するマークが厳しくなってたのかなっていうのも印象にありますので、はい、そこで菅澤選手を入れることによってこう少し分散させるっていうのはあるかもしれませんね。そしてベレーザの方は植木が非常に目立ってましたけれども、長崎さん、昨シーズンはそこまで絶対的な主力ってわけじゃなかったんですか。そうですね、途中から出てきたり、はい、試合には絡んでなかったりっていう試合もありましたので、はい、やはりここにかける気持ちっていうのは誰よりも強いかなと思います ね。後半がスタートしています。エンド変わりまして左から右に攻めていきます。緑のユニフォーム日テレ東京ヴェルディベレーザ、右から左に攻めていきます。白いユニフォーム三菱重工浦和レッズレディースです。安藤選手右サイドに入ってますね。菅澤です。左足のクロス後攻のクリア、塩越が前っていう感じですかね、はい、そうですね、おーっと、うん、ずれました。ちょっとバックパスがずれました。コーナーキックになります。南のバックパスすぐにセットしましたベレーザー。ただここは一旦間を取ります。遠藤です。遠藤のキック、ちょっと一旦ポジション争いのところ止めます。どこと南、エンドのキック、ニアサイドフリック流れてきた、打てない、こぼれた、体張りました浦和。いや、嫌なとこ蹴ってきましたね。そうですね、今、はい、ニアサイドディフェンダーも触るか触らないか悩むところですよね。少し単純な高さだと浦和の方が分があるかなという感じもしますので、はい、変化を加えてきましたベレーザー。中ですがセカンドボール、どこ、やはり1点リードしているっていうのもあるのでベレーザの方はこう落ち着いて試合に入れてるかなと思いますね。遠藤純のミドルでした。南、高橋のところ小林の速いプレス外して真ん中塩越、いいところで受けた名本、内側入ってきた安藤、菅沢が流れて優しいパス、菅沢、外、名本、中2枚来る、名本に預けた、一つ外す、足元のクロスですが、これはブロックです。ただ安藤選手をこうサイドに置くと、ああいった形でこう中に入ってくるプレーっていうのは得意ですので、そこで人をどんどんかけていけるっていうのは一個こういいプレー出たのかなと思いますね、はい。ただまあ前半からもそうなんですけど、クロスがなかなか上がらないっていうところは少し、安藤抜け出した、中2枚、速いボール、塚澤、これぞエース、後半入ったばかり菅澤優衣香、浦和同点です。全てハマりましたね。安藤選手右サイド、菅澤選手投入、あのボールから、あのボール最終ラインから、さっきの中盤の しっかり出しましたね。須野瀬新監督、見事な采配、采配ズバリ、昨年なでしこリーグ得点王 &MVP の菅澤取りました。そしてここでもう一枚変えてきました。長島を入れて清家を変え下げています。
さん、これで全く分からなくなりましたね。はい、やはり菅澤選手、あそこニア飛び込むのもう本当に上手な選手ですからね、はい、あそこは安藤選手よく分かっている上であそこに出しましたよ ね。あの一瞬前に入るわけですね。そうですね、そこの駆け引きなんですよね、はい、いつ相手の前に入るかっていうところがフォワードとしては、はい、重要になってくると思いますね、はい、ちょっと、まあ、菅さん、オリンピックではゴールが取れなくて悔しい思いもしましたもんね。はい、そうなんですので、やっぱ切り替えてこの試合に向けてあのできているのかなと思いますね、はい、去年は17ゴールで、まあ、自身3度目の得点王を取ったプレイヤーです。佐々木から塩越、菅澤です。でもほぼファーストプレーでゴールですからね、やはりすごいですよね。やっぱりあそこはもう試合、まあ、入ってすぐですけれども体がこう覚えて入ってくる感覚っていうのはあるんでしょうね。そうですね、あともう経験値的にもうあそこに入ればボールが来るっていうのはもう分かっていたんでしょうね、そこにピタッと合わせた安藤もさすがですね、はい、期待通りの好ゲームになってます。後半立ち上がりに追いつかれたベレーザですけれども、この1失点ではどう考えたらいいですか。まあでもあの立ち上がりですので、そこまであの時間はありますのでね。小林が振ってくる。今のところで振っていくことで、あそこから またさらに崩せるっていうシーンも作っていけると思いますので、はい、まあ、今のシュートが不戦になってくるとは思います、ね、一つ運んで小林理香子振ってきました。池田です。ターゲット菅様、あのビルドアップの時にああいうふうに菅澤がターゲットでいるっていうのも大きいんですか。そうですね、1個そこを見ると相手が下がったりっていうのもありますので、やはりあそこに1つ的があるとディフェンスとしてもその他に出しやすくなりますよね、はい、菅澤選手をフェイントにしてサイドに振ったりっていうのもできますので、ね、はい、今塩越選手裏狙ってましたけど、ああいうプレーをずっと続けることによってディフェンスの選手がこうパスコースが増えていくっていうのはありますね、はい、霧島から直本、佐々木斜めのパス、塩越はスルーしようとしましたが当たってしまいました。三浦、小林ですが、これちょっとパスがずれました。やはり浦和は前半と違ってこう役割をはっきりさせたのかなというところありますね。塩越選手が2トップでこう少し間でキープするようなプレーをしてますので、はい、あとはオーソドックスに 4-4-2 になってますのでね。直本が左、はい、栗島、柴田のダブルボランチ、そして右に安藤という形です。安藤が降りてきました。まあ、なんでこれを見るとこう流動的にやることの難しさっていうのはこれで分かると思いますね。やはり 4-4-2 のオーソドックスで役割はっきりしていると、はい、こういった斜めのシンプルに裏に抜けるっていうプレーもシンプルには出せるんですけども、やはりこうゴール前でのこう崩しであったりとか少し 2-3 人絡んでいくっていうプレーっていうのはやはりこうちょっと流動的にしなきゃいけないので、そこはこう難しいプレーになってくるので、うん、はい、そこですよね。こうシンプルなプレーを選択するのか、はい、少し自分たちの陣形を崩して攻めるのか、はい、宮川から小林、栗島が引っ掛けに行きましたが木下です。後ろに戻したパスですが少しずれていきました。どこ清水です。
斜めのパス小林へ。セカンドボールは安藤が拾った。落ち着いて菅沢。今シンプルですけど、こう一回落ち着かせるプレーっていうのはこの試合においては重要になってきますね。やはり攻守の切り替えが早いですので、はい、密集から外に抜け出すパスっていうのは大事になってきますね。前半は本当に両チーム切り替え早く、はい、本当に息つく暇がない、喋る暇がないって感じでしたもんね。そうですね。おー、いい形奪った。安藤です。3対2ですね。安藤小杖運んでコーナーキックを取りました。村松選手うまく外に追い出すような対応しましたね。落ち着いて、はい、足運んでついていってますのでね。10番の安藤小杖です。浦和としてはさらに身長、高身長の選手が並びましたから ね、これ活かしたいですね。13番の長島も168あります。右のサイドバックに先ほど入りました。巻いてくる南のところ、こぼれ拾って佐々木です。浮かせたボール、胸コントロール高橋ですがクリア。一気に逆転を狙ってます浦和。南です。柴田、高橋、柴田です。スペースへですが、これ門閉じてました遠藤ですが、ただ佐々木選手今裏取りに行ってもよかったのかなってちょっと思いましたね。今は足元で受けようとしてたんですね、はい、そうですね。なのでこう、まあ、ベレザのラインも高いですので、はい、あそこで1個佐々木選手サイドバックが裏を取ると少しあの相手の陣形も変わってきますので、はい、そういった動き出しも入れていくといいかなと思います。田中のピック前線へ植木引っ掛けて塩越です。くるっとターンしてパスですがこれは植木のタックルが入りました。拾って木下、小林が流れますが使わずに右を選択します。落ちていけますね。あ、ちょっと流れてしまいました。菅沢高橋、前半より前から行ってますねベレーザの守備は。はい、塩越選手のこういったプレーですよね。こう簡単にこうキープのところで失わないっていうのはロングボールの五分五分のボールを自分たちのボールにするっていうのは大事ですね。それは菅さんオフサイドでした。まあ、塩越は、まあ、昨シーズンから波がなくプレーできるようになったこと、まあ、これがコンディションを維持できたポイントだったというふうにも話してました。やはりシーズン通して戦うってなると波がない選手をやはり監督としてはチョイスするのかなと思いますので、はい、そこは大きな変化かなと思います。なるほど、はい、今ちょっと塩越左に出てますけれどもいろんなポジションでプレーできるプレイヤーです。あのベレーザの清水が話してたんですけれども、はい、塩越についてもともと足元の技術はあるなと思ってたんですけれども代表で一緒にプレーして非常に頭のいいプレーヤーだなとそう感じたというふうに話してました。確かにこう間で受けたりっていうタイミングとかはこううまいですよね、うん、あそこのこう密集した中でもボールを受けることができるので、はいはい、考えてプレーしてるなっていうのは思いますね、
あと格闘ゲームがめっちゃ強いらしいです。じゃあ闘志はありますね。その塩越から菅沢です。長島、裏この時間に一気に逆転狙いたいですね。そうですね。菅沢でしたが、オフサイドポジションでした。まあ、ちょっとこのプレーで、あ、そして北村が準備をしてます。日本代表の北村、セレッソから加入したプレーヤーですが、その前に浦和の栗島が足をつってます。やっぱり長澤さん、開幕戦で B リーグ初めてで緊張感というのはあるんですかね。そうですね、いつもよりこう体が硬直しているのかもしれないですよ ね。かなり前半からインテンシティ高くね、切り替えもあって、はい、栗島もかなり走ってましたから、はい、負荷はいつも以上にあると思いますね。ちょっと立ち上がれませんのでどうするでしょうか。あ、もう変えそうですね。今17番の遠藤が準備をしています。両チームともメンバー交代がありそうです。ここで下がりそうです。栗島ちょっと悔しそうな表情にも見えますが、ここで変わって遠藤が入ります。そのまま入りますね。中盤の真ん中、そのポジションに入りそうです。後半すぐ浦和が追いつきました。1対1。ポジション変わってますね。安藤が真ん中にいますか、はい、小林が行きます。高橋がここは最終ラインで下げました。今柴田と安藤がダブルボランチ、右に直本、左に遠藤が入ってます。セカンド三浦が拾う。三浦、小林が下げます。真ん中へのパスですが、高橋、あ、タックル、中里のところですが笛ありません。柴田、長島です、ね、高橋選手強さも見せますからね、はい、つながって菅沢、遠藤です。時間作りましたからね、浦和の選手は上がっていきたいです ね。安藤、ちょっと時間を作ります。安藤、川本、南です。斜めのパス、胸で落として塩越、三浦、安藤、佐々木、遠藤、塩越、こぼれ、佐々木が拾った。佐々木のシュートだ。しっかり抑えました。やはり宇田川の中盤の選手が流動的にポジションを変えてますのでね、いろんな選手が絡んで真ん中から行けましたね、はい、このあたりはメンバー変わってもやはりいろんなポジションできる器用なプレイヤーが揃っているということですね、はい、そうですね、やることは大きくは変わっていないので、はい、あのチームとしてそこは統一意識でやっているのかなと思いますね、はい、右に展開します。清水梨さん、斜
里がサポートに行きます。遠藤が縦を切りながらディフェンス続行です。中里、三浦成美、左へ大きな展開、オフサイドでした。小林のポジションです。ここで木下に変えて北村が入ります。日本代表同士の交代ということになります。18歳の木下、今日はどうでしたか？いや、思い切ったプレーも出てましたし、やはりボールにこう随所に絡むっていうのが彼女のいいところかなと思いますので、そこは出てたのかなと思いますね、はい。そして代わって日本代表北村が入りました。なでしこジャパンでは左のサイドバックのイメージありますけれども、はい、まあ、本来はハーフのポジションですからね、まあ、もっと攻撃に参加していくんじゃないかなと思いますね、はい。木下のやっていた同じポジションに入ったようです。南のところ遠藤を外して、あっとこのパスちょっとずれました。清水ワンタッチ、遠藤につながった。中植木と小林ですが3枚来る、外して遠藤、清水ダイレクトクロス、こぼれて拾いました。ベレーザー三浦です。清水、三浦、どこが運ぶ、左へ小林から北村のところ厳しく行って、高橋、塩越、高橋、菅沢、胸コントロール、三浦です。中里、三浦、細かいボールテクニック、やはり 両チームともラインを高く設定しているので、やはりこうスペースを与えたくないということですよね、相手に、はい、与えるとこういう細かいパスで崩されてしまいますので。遠藤、アウトサイドのパスですが、高橋、したがって最終ラインを上げて真ん中をコンパクトに、そうですね、はい、なので攻守の切り替えも早くなりますし、まあ、相手の良さであるショートパスでの崩しっていうのを出さないようにしてますよね、逆に言うとそういうふうに守備のラインを引いてますので、はい、まあ、前半のベレーザの植木選手のランニングだったり、そうですね、はい、裏に抜けることでディフェンスラインは少しでも下がりますので、そういったプレーが大事になってきますね。遠藤優運ぶ、真ん中に運ぶ、引きつける、遠藤自分で行く、右塩越、塩越カットイン、横使った直本、よく対応しました。村松です。遠藤、ここは時間を作ります。まあ、後半ですので前から行くときと行かないとき、どこでブロックを敷くのかっていうのは大事になってきますね。北村から遠藤潤、前が空いた、遠藤だ、ここは南のブロックでした。やはり左利きの選手はそこ中にカットインして外巻きっていうのがありますからね、はい、まあ、もう少し横言えば、前でそのシーンが出せると相手の足も届かないところに行けるのかなと思いますね。なるほど、今もちょっとエリアの外側でしたので、はい、ペナルティエリアの中であのプレーをされるとディフェンスとしては止めづらいですね、ファウルもできないですし、そうですね、はい、今日は制限もありますけれどもチケットは完売、非常に試合の前からいよいよWリーグが開幕するという雰囲気が出ています。この西ヶ丘、どこを運んで清水へ、ワンタッチ目、前にいいとこ置いた、清水のクロス、ちょっと起用と失礼を抑えました。池田、一気に前線ちょっと短くなりました。村松です。北村から三浦、真ん中へ植木、落として、あ、ファールを取りました。植木のところです。
ここで猶本を下げます。19歳の島田を入れてきます。メンバー交代は5枚まで変えれることができます。菅澤はハーフタイムに入れてますので交代回数も残り1回残しているという裏です。田中のクリア、北村、遠藤のところ入れ替わりに行く。遠藤中を見てマイナス気味、ハンドはありません。当たったボールクリア、拾う長島から真ん中柴田、預けて出ていきます。遠藤、遠藤選手いいですね、積極的にいい入り方しましたね、はい、残ってます。三浦成美前線へ、高橋のところ引っ掛けて植木、真ん中遠藤が来るが高橋強い、いやよく取り返しましたね、長いボール入ったばかりの島田が抜け出していきます。ちょっと裏和としては長いボールが多くなってしまっているので、もう少し中盤の選手が受けれるといいのかなと思いますけどね、はい、やはり単純な裏のプレーっていうのはそう何回も通るものではないので、まあ、ボランチだったりサイドハーフの選手が中に入ってきたり、まあ、後半なんで苦しくなってくる時間帯ではあるんですけども、ちょっと動き出しが少なくなってきたのかなと思いますね、そろそろ疲れは出てくる時間ではありますけれども、フレッシュな島田が入りました。前線は菅沢と今並んでいるような形で、右に遠藤、左に塩越、中盤柴田と安藤という形、塩越がそらして島田が行きます。どこと島田、島田の勝ち。ただ厳しくどこもついてます。島田、塩越、後ろです。柴田サポート、斜めに遠藤が来ますが使わずに後ろ佐々木、安藤、柴田、菅沢、ワンタッチ、柴田がくれ、柴田外して、柴田のシュートは2人ブロック入った。拾う佐々木、柔らかいボール菅沢へ、真ん中は固めてました。ベレーザー、小林から植木、オフサイドない。さあ植木、中北村が入ってくる、逆サイド遠藤、後ろ小林、自分で仕掛ける植木、外して植木のシュート。もうほぼゴールしか見てないっていうプレーですよね。まあいった積極性が相手にとって脅威を与えますからね。本当に紙一重ですけども、はい、このランニングが前半立ち上がりからあるので、やはりベレーザとしては優位に進めれますよね。もうこの選択でいいんですね。まあそれが彼女でしょう、ね、まあ中もいましたけれども、はい、まあ、ただここから彼女が一つ成長するのであれば、中を見たけどシュートを打ったよっていうところになれるのかどうかですね。まあ、いろんな選択肢を持ってくると、もうより怖いプレイヤーになってきそうです、はい、菅さんの同点ゴールのシーンです。安藤のところちょっとずれたのかもしれませんけれども、うまく安藤、はい、ただやはりこのサイドの裏っていうのを取れたっていうことと、ここダイレクトですよね。そのタイミングで入れたっていうのがもう大きいですね。相手の陣形が整う前にやはりクロスを上げれると菅沢選手も入ってきやすいですので、これぞ菅沢というボール、はい、ただその後裏が一気に逆転を狙うようなリズム時間もありましたけれども、ベレザもある程度こう落ち着いてやり方に慣れてきましたかね。そうですね、あの1点取られましたけれども、はい、やること変わりなくしっかり自分たちのボールを保持してゴールを目指しているというところでは、はい、ベレザもシュートに行けてますのでね、はい、Bリーグの開幕戦、
まあ、両チームとも優勝を争うライバルチーム同士ということになりますので、ここから残り15分ちょっとですけれども、もちろん勝ちに行くでしょうね。そうですね、こうどちらが1点取るか、本当に1点勝負だと思いますね、はい、ちなみに皇后杯の決勝では86分に安藤のゴールで同点にして、88分、これでこの時間に小林の決勝ゴールでベレーザが勝ち切ったという決勝になりましたので、ここからですね、長瀬さん。そうですね、まあ、選手交代もありますからね、はい、誰がこうスイッチを入れるか、誰が流れを変えるかっていうのはここから分からなくなってきますね、はい、遠藤です。一度下げて高橋、単に行った中里、厳しく柴田、激しいマッチアップでしたが、ここは笛になりませんでした。やはりこぼれ球を拾うっていうのは一つこう自分たちのボールの植木、前向いた、左小林、右中里だ。まあ、中里選手前半から果敢にこう前へ前へ行ってますからね、あと本当少しですよね。池田のキック、距離が出ます。菅沢は知りましたが、拾ったのはベレーザー。やっぱりこぼれ球を拾う率が高い方がボールの保持はやはり長くなってきますので、はい、やはりこぼれ球っていうのはこう予測と動きとポジショニングっていうのがありますので、そこをどっちが先に取れるかっていうのは大きいですね。動きという予測とポジショニング、はい、ここは拾ったの浦和、ただ取り返した三浦、中里ターンした、スルーパスだ、小林につながった、小林、池田です。そうですね、小林選手ももうオールラウンダーで、まあ、裏も取れるし足元でもパスもできるしっていう選手ですので、やはりこう植木選手に気を取られてると小林選手出てきますよね。相手からすると嫌ですね、はい。なのでフォワード前目の選手の3人はこういい関係でできてるんじゃないかなと思います、はい。です。中里、よくボールに触ってリズムを作っています中里。村松から北村です。三浦、村松、三浦です。ビルドアップして攻撃というところで1個ポイントになるのが、どこの間でボールを受けるかっていうのはこうポイントになってきますので、遠藤を狙っていた、はい、遠藤優、中を見て1つ溜める、後ろ柴田、リターン遠藤、柴田、後ろから佐々木が来る、いいサポート、佐々木のクロス、清水クリア、セカンド島田、安藤クリア。浦和は変わって入った選手がいい入りしてますね、本当に。三浦からスルーパス、ナイスタッチ、植木、植木、植木、ラストパス、ここはパスにしました植木理子。いや、いいトラップ出ましたね、ワールドクラスですね、はい、でここ中見えたんでパスにしたんですけどね、難しいところですよねこれは。いや、よく高橋も切りながら最後カバーに来ました、はい、
よく足出したと思いますね。そしてここで安藤ですかね、足つってます。はい、前半から走ってましたからね。途中から中盤、まあ、サイドもボランチもその中で1アシストも記録しました安藤梢。はい、これですよね、ここですね。素晴らしい。まあ、本当にコンマ何秒の世界ですけど、足が見えてるとやめなきゃいけないっていうところなんですけどね。そこが、まあ、本当に難しいところではあるんですけども、はい、今度は一旦ピッチを出ました。今浦和レッズの方は10人です。志賀さん、ごめん、下がるぞ下がるぞ下がるぞ、志賀志賀、小林、三浦です。三浦、縦パス入れる、中里、コントロールこぼれて小林が来た。南の対応です。はい、10人ですのでね、ブロック引いて間締めていきたいですね。右使って清水梨沙、戻して遠藤、逃げる動き、逆サイド持ってきた宮川ですが長くなります。安藤まだ、はい、なのでベレーザとしてはここもう前から行って、はい、そうですね、浦和としては時間使いますよね。安藤戻ります。今治療を終えて戻ろうと今タッチライン際に入りました。ただまだ10人、植木が行く、南のタックル、安藤戻りました。これで11対11。どこかな、三浦です。あ、このパスちょっとミスになった。一気に前線つながった、菅沢1対1の形、どこを遅らせる、頑張って上がりたいですよ浦和。サポートちょっと後ろから遠藤が来た、遠藤、まあ、ただ遠藤今すぐ戻ります。はい、ユー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 、前、前、僕が、目まぐるしくポジション変えてますよね、はい、今も短い時間ですけれども楠瀬監督は遠藤と佐々木ポジション変えれと声をかけてました。もう選手のこの戦術理解度が高くないと無理ですね。無理ですね、試合中に複数のポジションやるっていうことは、はい、結構流動的に選手がこう判断して帰っているのかなと思ったら監督からも結構指示が出てるんですね。出ますね、はい、やはりこう選手によってストロングポイントって違ってきますので、はい、このポジションでこのプレーが欲しいっていうのは監督としてあると思いますね。北村です。前向きで受けてスピードアップ、北村引きつけて三浦成美出てきた、ダイレクトクロス、南のクリアです。島田につながって清水がスッと寄せる、柴田サポート、柴田、菅沢落とし、島田、外遠藤回ります。その遠藤へ中にコントロール、遠藤優、遠藤外す、右サイド欲しいですね、はい、遅れて出てきます長島です。
縦パスですがちょっと合いませんでした。ここでベレーザがメンバー交代です。宮川を下げます。松田を入れてきました。それで松田そのまま左のサイドバック、はい、永田コーチここで一つ変えてきました。中瀬と落としがこれ安藤につながってしまった。塩越ダイレクトクロス、島田が待っていますがどこ、中瀬と植木へ高橋、小林縦パスですが狙っている佐々木、いいディフェンス。島田菅沢オフサイドポジション、真ん中遠藤スルーパス、菅沢オフサイドない、菅沢運んで右、塩越仕掛ける、塩越落として菅沢こぼれて遠藤打てない、植木よく菅沢選手シュートの選択をやめてつないだんですけどね、惜しかったですね。最初はシュートのイメージで入ってたんですかね、はい、クロスが来ます。変わったばかり松田のクロスはちょっと大きくなりました。残り時間少なくなってきます。遠藤外使って佐々木拾って清水、真ん中に持ってきます。村松外して村松足元中里へ、速いパスを狙いました。やはりこう間狙ってますよね、今のセンターバックとサイドバックの間なので、中里選手もこうちょっと中に入りすぎたかなっていうところありますね、はい、安藤は一度治療をしましたけれどもピッチに立ち続けています。柴田どこ、遠藤です、浮かせて真ん中ですがこれは繋がりません。南から塩越、ここですね、一人裏行きたいですね、はい、塩越から菅沢抜けた、菅沢外しに行く、キーパー田中まだある、菅沢クロス入れて島田コントロール、シュートこぼれて塩越前向いた、塩越のシュートだー、塩越ゆずほ見事なフィニッシュ、浦和逆転。いやもうここしかないっていうコースでしたね。素晴らしいフィニッシュです。ここ菅沢選手の抜け出しですよね、ここによく粘りました。もう塩越選手の個人ですね、ここでうまくターンしてよく見てますよね、そしてここへ蹴り込む技術、はい、素晴らしいです。試合が動きました。浦和逆転です。さあベレーザはホーム開幕戦落とすわけにはいきません。ゴールキックです。ここでベレーザ変えます。村松を下げます。代わって菅野が入ります。もしかしたら3バックですね、はい、もう時間ないですからね。菅野は中盤のプレイヤーです。これで後ろはどこ、そして松田、清水の3バック、点を取りに行きます。入
ったばかり菅野ワンタッチ、遠藤のところ佐々木が前に出ましたが、これはファールを取りました。いい出足です。佐々木、浦和の選手たちがはっきりやるっていうのはもう分かってますので、ベレーザの選手たちはその蹴らせない距離感までプレッシャーかけるっていうことが最後自分たちのボールにするには必要ですよね、はい、コーナーを取ってきます。ちょっと長くなりました。さあ気になるのは追加タイム何分ぐらいあるでしょうか。4分です。追加4分、どこ、遠藤です。厳しく佐々木、タフなディフェンスです。三浦成美、まあ、ベレーザとしては前に人が多い分スペースは少なくなってきますからね、より技術が求められますね。松田から植木、菅野から右、遠藤浮かせてきた、クリア、まだある、中里、小林、クリア、あっと十分じゃない、なんとか書き出しました。浦和、北村です。外して三浦、ちょっとこれミスキックになる、足つりました。逆転ゴールの塩越し、笑顔は見えますけれども、時間使ってきますよ ね。ただレフリーも止めると思うので、はい、はい、まあ、今日は、まあ、いろんなポジション、もうどこがポジションと言えない感じでいろんなポジションを走り回っています塩越し、はい、これですね、ここでこう菅沢選手裏取ったのがもうベレーザとしてはキーパーが出ているのでこう守備陣形が整いづらいですね。シバ、中閉めとけよ、守備のとこ頑張ってやる、まあ、裏にパス出したのも塩越選手ですから ね、 そうですね、はい、作ってますよね。塩越は今立ち上がって足は気にしてますけれども、一旦ピッチは出ます、はい、10人です裏、さあこじ開けたいベレーザー、清水当たったボール、島田のタックル、島田マイボールにした、柴田はこれは長いボールを選択、ラインを上げます。浦和、三浦成美、左展開、北村へ、中にコントロール、北村入ってきた、北村、松田が呼んでいる、松田中4枚いる、クロスが来て当たったボール、コーナーです。やはり監督のこう狙いっていうのを見ていると、やはり時間帯によってやり方を変えているなっていうのはこう総監督と森監督はそれを感じますよね。そうですか、はい、今もう下がれ下がれって言ってますので、まあ、あの勝っているのでね、守り切りたいですね。速いボール、去年チームを3度目の優勝に導いた森監督が総監督としています。クロスくる、入ってきた、流れてきましたが叩けませんでした。植木です。そうですね、これ整う前にダイレクトで上げたのが良かったですね。浦和の選手はライン上げてましたんでね。島田、南、柴田、佐々木、さあ4分台には入っています。
ただまあ少し塩越倒れてましたので少し伸びるかもしれませんが、ただほとんど時間はありません。つながった遠藤潤、小林が流れる、遠藤カットインした、入っていく、体寄せた、島田と柴田で取りました。菅沢へオフサイドありません。まだいいクリアになっています。急ぎたいベレーザー。田中はもう長いボール選択、はい、ここで拾いたいですね。南強い、三浦、遠藤、小林、試合終了。開幕戦大注目のビッグマッチ制したのは浦和。後半入った菅沢、そして最後塩越のゴールで逆転勝利。見事な試合となりました。解説は元日本代表長里浅野さんです。長里さん、はい、期待通りの好ゲームでしたね。いや本当にこう両チームのいいところ両方出てましたのでね、どっちに転ぶか分からなかったですけども、やはりあの浦和の方は昨シーズンからこう勝負強いところがやはり今シーズンも見えたのかなと思いましたね。本当に全てを出し尽くしたという両チームですけれども、ベレーザ前半先制して、まあ、浦和の方はメンバー交代もはまりましたね。そうですね、本当に監督の采配が当たりましたよね。こううまくサイドを崩しての菅沢選手のゴールは本当にこう采配通りなんじゃないかなと思います ね。そこからまた一進一退の攻防になりましたが、88分に試合が最後動きました。ホームで敗れたベレーザですけれども、ちょっと植木はもしかしたら泣いてるかもしれませんが、まあね、決定機もありましたからね。はい、ただ植木選手こう積極的にもう前半からずっと裏狙ってましたのでね、そのプレーは続けていってほしいですね。そうですね、はい、かなり脅威になっていたことは間違いありません。はい、まあ、レッツの選手たちが今慰めに行ってます。やはり昨シーズンからの思いっていうのもあったと思うんでね、この試合にはかけてたと思いますね。敗れましたベレーザですけれども、まあ、試合終了の瞬間はファンサポーターから大きな拍手が出ました。この西ヶ丘、まあ、それだけまあ敗れましたけれども、本当に見応えのあるゲームでしたね。はい、ベレーザとしてはまだまだ若いチームですので、ね、このシーズンを通してどう変化していくのかっていうのも楽しみですね。一方浦和レッズレディースですけれども、こちらは若手とベテランの融合というお話最初ありましたけれども、はい、本当にマッチしてますよね。こうやはりベテランの選手の経験を生かしたプレーっていうのも随所に見られましたし、やはりそこの他にもこうやはり交代で入った選手たちですよね、遠藤選手だったり島田選手だったりってい こう若い推進力っていうのも感じたので、やはりそこはこ うまく融合してるなっていうのを思いましたね。見事勝利を収めました浦和レッズレディースの楠瀬直樹監督です。おめでとうございます。まずは今日の一戦振り返っていかがでしたか。本当にベレーザさんがね、よく動くし最後まで足止まらないし、お客さんも、ね、十分入っていただいて、勝ち負けというより本当にいいゲームができたらなと思って選手とも話してました。運よくギリギリで今日は勝たせていただきましたけれども、なかなか開幕にしてはいい試合ができたんじゃないかなと思ってます。はい、それでは最後に一言次の意気込みをお願いします。いや、このまま継続してね、一人でも多くの新しいファンを獲得するためにも邁進していきたいと思ってます。はい、ありがとうございました。おめでとうございます。ありがとうございました。今楠瀬監督のインタビューをお届けしました。楠瀬監督にとっても初陣ですからね。そうです ね、まあ、森監督から森総監督から引き継いでると思いますけどね。はい、
やっぱりでもその総監督に森さんがいるっていうこともチームとしては大きいんですよね。そうですね、土台があるっていうのは大きいと思いますね。はい、昨年3度目の優勝を飾ったこの浦和レッズレディース。続きまして浦和レッズレディース菅澤優香選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。開幕戦でのゴール、特別な思いもあったんではないでしょうか。そうですね、まあ、交代で入った選手というところもありましたし、やっぱりフォワードとして の得点というところでチームを助けることができてよかったなと思います。次はホームの浦和駒場スタジアムです。次への意気込みお願いします。そうですね、次もしっかり勝って勝ち点3を取れるように頑張りたいと思います。ありがとうございました。おめでとうございます。さすがの活躍でした菅澤です。やっぱり頼りになりますね。そうですね、やはりこうクロスの入りっていうのは彼女の持ち味かなと思いますね。はい、途中から出てきてゴールを決めた菅澤、あれで一気にまた後半流れを作りました。次は次節はホームで野島ステラ神奈川相模原と対戦するフラレッツレディースです。そして敗れました東京ヴェルディベレーザ植木選手です。もう少し今インタビューの準備をしていますけれども、植木選手は本当に永瀬さん、今シーズンの何かこう飛躍する一人になりそうな予感がありましたよね。そうですね、本当にこう前向きに頑張っているなっていうのは試合を通して感じられたので、このまま続けていってほしいですね。はい、改めましてベレーザの植木理子選手です。自身は1ゴールを決めてこの1対2という結果、どう受け止めていますか。はい、自分自身ゴールを決めれたってことだけは良かったですけど、チームが勝てなかったことが全てだと思うので、この負けを次にどう生かしていくかが自分らができることだと思うので、次に向けて前向いて頑張りたいと思います。今日は応援ありがとうございました。今日はこのようにたくさんのファン、サポーターが集まった中での試合でした。 WE リーグは今日開幕したばかりです。続いていくシーズンに思いをお願いします。はい、今日が歴史の1ページ目だと思うので、もちろん負けたことは、すごい悔しいですし、勝ちを目指してた分、不甲斐ないですけど、ここからこの WE リーグのシーズンを戦う上で、自分たちは初代女王を目指しているので、次々、勝っていきたいと思います。植木選手でした。ありがとうございます。ありがとうございました。コメントにもありましたけれども、本当にポジティブな要素もありましたもんね。そうですね、はい、彼女自身はこうすぐに切り替えれてるのかなっていうのをコメントで感じられましたね。はい、強烈なインパクトを残した植木理子。そしてもう一人インタビュー届きそうです。続きまして浦和レッズレディースの塩越静人選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。後半43分でのゴール、どんな気持ちでしたか。前半からいいゲームできてた中で先制点取られてしまって、でも後半入ってすぐ結香さんが決めてくれて、いけそうだなと思った中で、いいところこぼれてきてくれたんで、思い切って打つだけでした。テレビや配信をご覧になっているファンの皆さんに一言最後にお願いいたします。今日はたくさんの応援ありがとうございました。スタジアムのチケットが完売って聞いて、本当今日試合するのワクワクしてましたし、今年からダゾーンでの配信だったり日テレさんが中継してくれるということで、こうやって素晴らしい相手と試合できて本当に良かったです。リーグまだまだ続くので、これからも応援よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。おめでとうございます。決勝ゴール塩越ゆずほ選手のインタビューでした。いや、今シーズンの活躍もさらに飛躍が期待されますね。そうですね、楽しみですね。はい、それでは今日の一戦ハイライトシーンを振り返っていきます。日本初の女子プロサッカーリーグ WE リーグ開幕戦です。立ち上がりは本当にベレーザのペースでしたよね。
前半の33分のシーンです。植木が抜け出して後ろから小林が来てラストパス、はい、前半果敢に植木選手裏を取りに行ってましたから、ここ抜け出したっていうのは一つ大きいポイントですよね、はい。まあ、遠藤選手が下がってきて空いたサイドのスペース抜け出して小林選手といい関係で、ここも小林選手ですよね、パスを選択した、はい、本当に綺麗に崩したと思います。そうですね、はい、これでホームのベレーザが先制です。そして後半です。1点ビハインドの浦和が動きます。日本代表の菅沢を投入、その菅沢が、まあ、おそらくファーストタッチだったと思いますけれども、はい、ここ意図してはないんですけども、安藤選手うまく反応して裏取ってダイレクトで上げたっていうのが菅沢選手の入りやすいタイミングでしたね、本当に。そしてここニアに入ってくる菅沢選手ですよね、相手より先に足を触れるところに入ってきてる、彼女の持ち味ですよね、ここは、はい。そしてファーストプレー、ほぼファーストプレーで決めてしまうというスキルと思います。そうですね、はい、これで同点。その後です、まあ、一進一退の攻防でしたけれども、78分のシーンです。中里のこのスルーパスから小林、はい。まあ、植木選手が前半から果敢に裏取ってましたけども、小林選手も空いてきてましたからね、よく狙っていたと思います。そして88分です。塩越から菅沢が裏を取ってキーパーを外す、折り返し島田のところ、ベレーザの選手もよく対応したんですけれども、はい、塩越、ここはほぼ個人技ですね、こうターンからよく見てここしかないっていうコースに決めましたよね。まずここ菅沢選手キーパーをよく見てかわしたっていうところでベレーザの陣形が崩れましたよね。そこで対応が遅れたところを塩越選手見逃さないでシュートまで持ってきましたね、はい。これで浦和が88分に逆転ゴールを取りました。